皆さんこんにちは、今回はですね、藤沢里菜六段と李昌恵四段との五制限杯24強戦のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。李四段の黒番です。藤沢六段ね、珍しく2連生ですね。珍しいってことないですけれども、2連生ですね。もともと地を稼いで、勝負する棋士なんですけれども、最近ね、ちなみにね、藤沢六段ね、ネット碁打ち始めましたね。結構打ってますね。はい、打ち始めました。 あとこの李四段なんですけれどもね、この棋士は中国の新星とか言われてますね。新星、はい、急に、昨年ぐらいからね、急にね、頭角を現してきて、そういう棋士ですね。はい、ネット碁はめちゃくちゃ打つ棋士です。はい、もうすでに5000局ぐらい打ってます。でかかりまして、コスミつけて一間取りました。でここに開いたっていうかね、はい、で打ち込みまして、で桂馬に打ちまして、で桂馬に飛びました。で大桂馬に飛んで一間飛んで二間飛んで、で締まりましたね。ちなみにこれ今ちょっとね、白の方が有利ですけれども、これは中国ルールですからね。はい、ですからほぼ互角だと見ていいです。で締まりまして、そしてここに一間飛びましたね。はい、でこれに対して一間飛びました。はい、で肩つきまして、押して一間飛んで、そこでここ桂馬に打ちました。藤沢六段ね、こう見てたら分かるんですけれども、大体人工知能と一致してますね、ここまで。で、伸びて、押して、で、ここでつけましたね。ここは一回だけ、どういうふうに受けるか見た、そういう様子見の手ですね。受け方によっては動いたりとか、あるいは利かしたりとかしようと。そういうことだと思います。で、ここでね、こっちから受けましたね。下から跳ねました。はい、これが本手ですね。で、伸びて、で、ここでね、一間飛びました。で、ここでね、もう動いてきました。当たり打って、抜いて、当たり打って。さあ、ここでね、こっちで曲がりましたね。で、ちなみにですね、ここで、継ぐのはですね、一回こう切りますね。で、これ、押さえたら、こういって、こういって、これ切らないといけないですから、切って、これ先手ですね、これ。先手で連絡されますね。はい、これはちょっとまずいですね。はい、これはまずいです。ですから、ここで曲がったのは本手です。はい、で、跳ねて、これは跳ねた手は完全にコウにしようという手ですね、これはね。伸びて、で、抜いて。で、ここにコウ立て打ったんですけれども、このコウ立てはぬるいと思いますね、このコウ立ては。ここはそうですね。ここだったら聞かざるを得ないじゃないですか。おそらくここを突き抜かれるのはまずいですから、ここをおそらく聞いたと思いますよ。で、白が他どこにコウ立てを打つかという、そういう問題ですね。しかし実戦ではね、ここにコウ立て打ったらね、これ非常に甘い手なので、もうこれは抜きましたね。はい。気持ちよく抜いてしまいましたね。これで、ね、もう、かなり、これ優勢になりましたね、白が。もうほぼ勝勢にまで行ってますね、これね。で、ここでね、渡ったんですけれどもね。次、ここに打ったんですけれども、この手がね、実はあまりパッとしない手だったんですよね。ここではですね、やっぱり、ここをこう押さえないといけなかったですね。これ先手ですから、しかも。これ、こう下がって受けないといけないですから、こうやってね。で、こういうふうに打ってたらどうだったんでしょうかね。いや、もうここはもう手抜いていいでしょ。ここはもう手抜いて、別のとこ打ったらいいんだよね。こういうとこ打ったりとか。うん、あるいは、もうこういうとこ低空飛行するとかね。もうここは別に他といてもね、こっちと連絡もあるし、上に出ていけばいいだけですから。ここ別に、ここで膨らむのは全く、あんまり意味がないですね。字も大してできないし、ここは。だったんですけれども、ここでね、こっち打ちました。で、ここでね、こっち打ってきましたね。ここ打ってきましたね。それでちょっと慌ててここ打ったんですけれども、で、ここで、
伸びますよね、当然伸びて、でここに打った手は、まあ、どうなるんでしょう。まあこの手自体はそんなに悪い手じゃないですね。そんなに悪い手じゃないですけど、1本利かしておくのは。切って継いで、でまあ継いでっていうことなんですけれども、でここでですね、ここを押さえた手が、これはちょっと問題でしたね。ここに石が来ましたので、ここをなんとか、この辺を受けないといけないんですよね。これ、ここの辺を受けないと、例えばこういうとこ打たれると、ちょっと困るんですよ、これ。これ、見合いになってるね。こういったらこう行くし、こういったらこう行かれるし。で、見合いになってるんですよね、これ。だから、ここ困るんですよ、ここに打たれたら。ですから、ここではなくて、まあ、こういうとこで、まあ、滑っておく必要がありますね。裾がかりっていうんで、裾がかりっていうか、こういうふうに打てないといけなかったですね。ここ来れないように。これが本手だったんですけれども、ここ押さえてしまって、で、まあ、でもまあ、すぐ打たなかったですね。黒はここね。すぐ打たなかった。こう、つけましたね。で、まあ、ここで跳ねて、まあ、当然外から跳ねるんですけど、外から跳ねて、で、切り違い打ちまして、で、こっちを伸びましたね。当たり打って継いで、で、こう下がりましたね。で、まあ、これ1目取って、下駄で取って、んで、跳ねて、押さえて、で、こっち1軒取りましたね。ここ、カケ継いだら生きてるんですけれども、カケ継がれて、こっち2軒取りましたね。で、まあ、ここはね、まあ、生きたら5点になるので、こっちまず、こっち打って、こっちをまず攻めようって言ってですね。はい。さあ、白は、ぶっちゃけこれ取りたいんですけれども、実はまあこれ取るのは良くなくて、やっぱりこう守らないといけなかった。こういうふうにここは守らないといけなかったみたいです、白は。しかしまあ実戦ではね、まあこう取りに行っちゃいましたね。でこうつけて、まあ引いて、継いで、当たり打って、当たり打って、抜いて、で、ここで手を抜いてね、こっち打った手はこれが好手でしたね。はい、黒。はい、これはいい手でした。これでちょっと困りましたね、この石が困りました。裂いて、伸びて、で、まあ、ここ押さえるんですけれども、跳ねて、で、ここでね、コスミつけましたね。まあ、これは今度は跳ねるってことですね。もう出切りは、これはこっちは主張ですから、関係ないってことですね。で、まあ、ここでね、渡りまして、で、出ていったんですけれども、で、ここに打たれてね、これは非常に息苦しくなりました、白が。この石が息苦しくなりましたね。まあこれちょっとしたピンチですね、これ。もちろん形勢はね、白がいいんですけれども、実際的にはこれはピンチですよ。で、まあこれコスミつけまして、で、伸びまして、で、ここ跳ねたんですけれども、この跳ねた手はなかなかいい手でしたね。これはちょっと切れないですね、これ。これ切ったら、こう当たり打たれますからね、ここにこうやって。で、こうやって行かれるから、これまずいっすよね。はい。なかなかいい手でした。この一目を犠牲にしてね、こっち取れなんかする手ですね。はい。もちろんこっちから切れないので、なのでこれに対して、まあこっちから跳ねましたね。で、押さえて、で、こっち切りました。で、継いで、で、押さえて。さあ、これ出ないといけないんですけれども、一応この石は切ってるんですけれどもね、切ってるんですけれども、この石を。切ることには成功しましたけど、ただ生きる手はないですから、ただこっちも石も生きないといけないですから、まあさ、つながっているよりは楽ですよね。しのぎが楽だと思いますね。はい。で、この辺もちょっと薄いですから、黒もね、跳ねるというかもありますし、で、ここでですね、まあ、ここに打ちまして、で、押さえまして、で、ここで伸びたんですけれども、この手がちょっとまずかったみたいですね。はい。評価値がぐっと下がりましたね。ここではですね、まあちょっと難しいんですけども、ここは。まあ難解です、はっきり言って。はい、人工知能はここではこう跳ねろって言ってましたね。で、切ったら、まあここにつけろって言ってました。で、これ、今度、主張で取られるので、2目は、こう打たないといけないですよね。はい。で、まあこういうふうに打って、で、まあ、これはそうですね。ここ継ぐのは、まあ、こう継いでおいて、まあ、これは生きでしょ。これは生きですね。中で。これは中で生きますね。はい。
この石も生きてないから跳ねないといけないですから、ここでね。じゃあまあこういうふうに受けてね。これはこっちも生きるけど、この石も生きますので、はい、これは白がいいです。この分得してますね。だったんですけれども、ここに打ったのはちょっとまあひよったね。でまあここでね、まあ。でまあここに打ったんですけれども、この手がね、かなりまずかったみたいです。まずかったみたいですね。はい。これで形勢が一変で逆転してしまいました。まあここではですね、難しいですけれども、うん、まあ難しいんでしょうね、実際ね。まあここに一回打つっていうのはありますね。これは先手ですから、この2目が取られてしまいますので、ここを膨らまないといけないですけれども、まあこう継ぎましてね、ここをね。で、どうでしょう。この黒も生きてないので、まあこう跳ねないといけないですね、ここね。そこでですね、白もね、ここ一回跳ねる手がありますね。で、まあここをどうするかですね、はい。で、まあ切るのは、まあ一番怖いのは切る手なんですけど、まあこう覗いて、こういって、こういって、こういってね。で、まあこういったら、まあ大体生きなんじゃないですか。まあここ出たらもうこう来てね。で、まあこれ取るぐらいだと思うんですけども、まあ、ついで、まあ、こう言って、こう言って。まあ、これで生きでしょ。これもお互い、で、まあ、これでね、まあ、黒もこうやって生きて、はい、生き生きですね、これで。はい。生き生き。はい。これが、まあ、相場だったということでした。ただ、難しいですね、これ、手順が。で、実戦ではここにね、打ちまして、これで逆転されました。はい。で、ここ。で、ここ、コスんだんですけれども、ここ、コスむよりも、もう一歩ね、黒もね、桂馬まで打った方が良かったような気がするんですけれども、まあ、多分、桂馬で打たなかったのは、まあ、こういうふうに行かれてね、まあ、二目は取られるじゃないですか。まあ、それを嫌ったと思いますね、はい。で、ここ、跳ねたんですけれども、こう、跳ねた手は、そうですね、ここでは跳ねるよりも、一回ここを押さえないといけないですね。ここを押さえないといけなかったです。一回こっちを押さえないといけないです。これ生きてないですから、これ生きないといけないですから、黒もね。黒もこういう感じで生きないといけないじゃないですか。それで跳ねるというのがね、本手でした。で、まあ実戦ではね、まあ単にこう跳ねました。ぶつかって、覗いて、ついで、ついで、跳ねて、で、ついで。まあ、連絡だけしましたね、白は。連絡だけしました。はい。これはかなり損しましたね。ここ、ゼロ眼だった、なりましたので、もともと地だったので。で、黒に地ができましたから。これでもう、完全に、ちょっと逆転されてしまいました。で、黒はね、ここ、ちょっと飛びまして、この模様を広げてきたんですけれども、ただ、ここはですね、ちょっとね、広すぎですね。この間がこんだけ広かったらちょっと生きられてしまいますので、なんかね、もうちょっとね、もうちょっと確実にね、こうやってこすんでね、ちょっとこっちの字を増やすとか、ね、まあそういう方が、あるいは良かったようだけど、あるいはもうちょっと狭めて、もうちょっと狭めて、これぐらいとかね、はい、これぐらいとか、まあ難しいところですけども、こう打つのがベストだったような気がします。まあ、しかしここでね、こう打ちまして、で、まあ、肩つきまして、もうこれはもう取りに来ましたね、防止して。で、こうつけました。さあ、ちょっと、これはちょっと苦しいですね。中でしのがないといけないんですけれども、もう真っ黒じゃないですか、ここ。で、ここでの手順を見る限り、ここでのね、しのぎの手順を見る限り、藤沢六段がそれほどしのぎがうまいとは言えないじゃないですか。で、まあ、ここでね、まあ、跳ねて、で、切ってきましたね、はい、切り違いですね。で、伸びて当たり打って下がって下がって一歩取って、そしてここにね三元飛びました。まあ、この手もね、ここよりも、まあ、一回覗けって言ってますね、ここにね。で、覗いて継いだらこう継げと、まあ、これがね、こっちの方がまあ行きやすいっていうことだったんですけれども、今、まあ、ここでこう行きまして、でここ切りました。当たり打って伸びて、でまあここでですね、まあここを置きに来ましたね、はい。まあこの手はいいか悪いかは別なんですけど、結論から言えばこの手は良くなかったです。良くなかったですね。まあ、この手はそうですね、ここではこう打たずに黒ももうこの辺打って、ちょっとこの辺の模様を広げろと、まあそれで
勝ってたっていうことですね。でね、ここでね、まあ、つけましたね。はい、つけて、で、跳ねて、引いて、で、ついで、これで大体生きたかなっていう感じですね。だから、ここに置いた手はね、あんまり意味なかったですね。はっきり言って。で、まあ、ここでね、まあ、大きいとこ言いました。ここ非常に大きいとこですね。大きいとこです。はい。ここは行っておきたいとこですね。で、まあ、ここでね、白はこれ取りましたね、結局ね。この石を。ちなみにこれ生きるよりはこっちの方が大きいです。はい。これは合ってます。はい。で、黒はここに打ちまして、押さえて、曲がって、押さえて、で、曲がって、ここにね、でかい字がちょっとできそうですね。はい。ただまあ、差はちょっと細か、2目半ぐらいしかないんですけれども。で、こうつけまして、押さえて、当たり打って、当たり打って、抜いて、引いて。で、ここでね、まあ、このぐらい、そうですね、このぐらいまでしか来れないですね。はい。せいぜい。で、ここ打ちまして、跳ねて、当たり打って、ついで。で、こすんで、つけて、押さえて、切って、伸びて。で、守りましたね。一軒守りましたね、ここね。で、当たり打って、で、こすんで、で、これはもう、渡りますよって言ってですね。一回出ましたね。はい。一回出ました、ここで。出て、まあ、足りないと見てるわけです。悪いと見てますね。だからこう出たっていうことは。ついで、で、ついで、で、ここ、一応これ取りましたね。取りまして、だからここ出た分だけちょっと得しましたけれども、はい。得はしましたけれどもね。で、ここつきました。で、下がって、で、ここつけましたね。で、まあ、こう跳ねましたね。で、押さえて、で、こうつけまして、当たり打って、当たり打って、抜いて、で、ここ覗いたんですよね。はい、覗きました。さあ、この覗いた時が問題でしたね。さあ、ここでですね、こう抜いたんですけれども、これが失着でしたね。はい。これが失着でした。はい。今までずっとうまく打ってたんですけれども、白は、ここで唯一ちょっと失着してしまったんですよね。まあ、失着というか、これ敗着でしたね。で、ここでな、藤沢六段がね、まあ、こっち引いたんですよね。さあ、これで、これが取られるんですよね。絶対に。さあ、これでですね、ここを行って、こう跳ねて取りに行くんですけれども、ここでね、当たり打って、こう打ってね、出て、押さえて、で、一応ね、これは、これが取られちゃったんですよね。これが取られちゃったんですよ。ただ、石がここに来たので、まあ、この3子は取られるんですけれども、ですから、と、ついで、抜いて、で、これと振り替わりしたんですけど、この判断が良かったですね。この判断が良かったです。これで逆転しました。で、まあ、ここでね、当たり打って、まあ、これ3目を取るんですけども、ここの方がよっぽど大きいですね、ここの方が。これ6目ですけど、ここがもう6目以上ですから、もっと大きいですからね。これで、この3目を捨てて、ここで取って渡ったというね、これをね、これで逆転しました。で、まあ、この後はですね、細かい寄せが続くんですけれども、はい。結局、この後はですね、最後まで打たれましてですね、結局、白が2目半勝ちしましたね。はい。そうですね。この後はですね、まあ、最初はもうすごいいいペースで進んでて、こう、良かったんで、途中でね、ここで、ここですね、ここ。ここでちょっとミスって、まあ、ここもミスってますけれども、で、もう苦しくなって、ずっと苦しかったんですけど、最後にね、最後にここでね、このジャブが決まりましたね、ジャブが。藤沢六段の得意で、ジャブが決まって、ね。藤沢六段、これジャブが得意なんですよ、実は。はい。でそれが決まって、ここでちょっと得してね。で、そのまま寄せで押し切ったということですね。まあ、藤沢は、六段らしい勝ち方だったんじゃないでしょうかね。はい。以上です。